一気に行こうよ。
当にここ寂しい場所だね。岩と山、それに寂しい風の音、そればっかり。だんだん心が寂しくなっていっちゃいます。早々に用事を済ませて退散するのが吉だな。でもお日様がとても暖かくて気持ちいいわよ。楽観的。あら、こういう時こそピクニック気分で行かないと。確かに砂嵐が吹いても良さげな場所なのに、この晴れ具合運がいいってことかもね。俺たちちょっと場所の雰囲気に飲まれかけてたってとこか。よし、気を取り直していくぞ。うろうろしてないで前へ。調子よね。これが最も古くから存在する泉。とても静か、空気も澄んでて、なんだか神聖な雰囲気です。あの岩山の下にこんなところがあるなんてな。落ち着くのじゃ。落ち着いてる場合じゃないと思うんだけど。でも確かに。そこに溜まってるのはエアルよ。相当濃いわ、近づかないで。来ましたね。え、この人。お城で会ったのじゃ。クロームだったかの。アレクセイの敵討ちってわけじゃなさそうだな。デュークはあなたたちの話を受け入れなかったでしょう。あの人はあの人のやり方で世界を守ろうとしていますから。え、デュークが何やろうとしてるか知ってるの？あの人は世界のために全ての人間の命を引き換えにしようとしています。何ですって？どうしてデュークはそんなことを？あの人は人間を信じていないのです。けどデュークは僕たちを助けてくれたよ。大事な剣も貸してくれたのじゃ。多分あなたたちの中に自分と同じものを見たからでしょう。あるいはあなた方がいれば自分が手を下さずに済むと思ったか。それは一体。俺たちにデュークのこと話してどうしようってんだ。いい加減正体を現しな、エンテレケイヤさんよ。え？その姿は。あんたの目的は何だ？遠回しに協力するつもりがねえって言いたいのか？私も人間は信用できません。それでもあの人が同族にあだなす姿は見たくない。世界を救えるというなら協力を拒むつもりはありません。ですが
あの人と違う方法を選ぶということは、対決することになるでしょう。そうかもしれないな。もしあなたたちがあの人に力を及ばなければ、あの人を止める者がいなくなる。あなたたちの力、試させてもらいます。来るぞ。Thank you.
なたの願いお預かりします。あとは俺たちに任せろ。もっと上に。エルラガー王者。見事です。あなたたちなら救えるかもしれない。クローム、あなたたちの望むように。エステル、やりましょう。ジュディス、お願い。はい、頼むぜ。眠ってる。ノームの時と同じですね。また新たな同志が生まれたのじゃな。時に凪、時にすさぶ風を滑るものか。ノームの時のようにエアルに侵されているわけではない。ほどなく目覚めよう。ありがとう、ウンディーネ。前にクロームが止めてほしいと言ったのはデュークだったんじゃな。クローム、なんかデュークのこといろいろ知ってるみたいだったね。ええ、目覚めたらもっと詳しく聞けるかも。とにかく戻ろうぜ。そうそう、こんなとこ長いは無用。またあの坂道か。おざんぐだり。Yeah!
負けるわけにはいかねえ。ってとこ？せめて気流が安定していればバウルに来てもらえるのだけど。知覚が、これが精霊になるということ。これは、こんなにも多くのことが隠されていたとは。おはようさんなのじゃ。目覚めたんだな。あなたはクロームと呼ばれる方がいいかしら。いえ、私はもうエンテレケイアのクロームではありません。新たな名を受けるべきでしょう。ならシルフって名前はどうです？風を紡ぐものって意味です。シルフ、ではそれを我が名としましょう。それじゃあ改めてよろしく、風の精霊シルフ。ええ。シルフ、デュークがなぜ人間を嫌うのか教えてくんねえか。わかりました。ジンマ戦争は知っていますね。エンテレケイアには人間と共に生きる道を選ぶ者と人間を拒む者がいました。ジンマ戦争は古代の禁を破った人間と人間を拒むエンテレケイアとの戦いでした。で、戦いはデュークという英雄の活躍により人間は勝利を収め、ジンマ戦争は終結した。デュークが英雄？そうだったんですか。帝国が隠してた真相の一つってやつよ。都合のいい噂を流して具合の悪いことを隠す、単純だけど効果的なのじゃ。パティ？あの戦争は人間の力だけで勝利をつかんだのではないのです。共存を唱えるエンテレケイアの長エルシフルが人間と共に戦い、人間に勝利をもたらしたのです。マジかよ、そんな話俺も知らなかったぜ。ケンドも、この話がデュークの人間不信にどうつながるってのよ。エルシフルはデュークの友でした。デュークはエルシフルと共に人を拒む者の長と戦い倒したのです。しかし戦争が終結した時、エルシフルの力を恐れた帝国は傷ついたエルシフルを襲い命を奪ったのです。生還するとデュークに約束していたにもかかわらず、
なるほどな。人間を信じられなくなるわけだ。戦争の陰でそんなことがあったのね。デューク、哀れなのじゃ。あいつがどんなにきつい裏切りにあってたとしても、全ての人間の命を犠牲にする権利なんてねえよ。デュークより先に星はみを滅ぼさなければ、結局人間は滅びることになるでしょう。急ぎなさい。気流を抑えました。これでパウルもここまで来ることができるでしょう。ありがとう、シルフ。精霊化は順調だけど。ああ、デュークもなんかヤバそげ。そうだな。ついに四属性の精霊が揃ったね。ああ、あとは世界中のブラスティアのコアを精霊に転生させるですね。そうね。四精霊の力だけで星網を抑えられればその必要はないんだけど。中途半端で挑める相手じゃないでしょうよ。万全を期すべきより失敗できねえもの。分かってるけど。精霊を生み出すというだけでもテルカリュミレースの在り方を変えてしまっている。世界のためとはいえね。確かに私たちの判断だけで世界の人々の生活すら変えてしまうのは問題だと思います。そうかもだね。俺たちがやろうとしてることを理解してもらわなきゃ、やってることはアレクセイと変わらねえのかもしれねえけど、理解を求めてる時間もねえ。でも帝国騎士団やギルドのみんなにちゃんと話しておくことはできるんじゃないかな。それで私たちのやり方を否定されてしまったら、私たちは本当に人々に仇なす大悪党よ。俺はこのまま世界が破滅しちまうのは我慢できねえ。デュークがやろうとしてることで世界が救われても、普通に暮らしてる奴らが消えちまっちゃ意味がねえ。だから俺は大悪党と言われてもブラスティアを捨てて星はみを倒したい。みんなどうする？降りるなら今だぜ。俺様はついてくぜ。なんせ俺の命はブレイブ・ベスペリアのもんだしな。私もベロやベリウスが託してくれた気持ちがあるもの。それに中途半端は好きじゃないわ。やらないと後悔するってのを知っちゃったし、ここでやめても後悔するし。うん、僕も後悔したくない。はい、自分で選択したことならどんな結果になっても受け入れられる。この旅で学んだことです。それに世界のみんなも分かってくれる。変わっていく世界を受け入れられないほど弱くないよ。そうだな。明日笑って暮らすためのことだ。そう信じたい。バティはどうする？うちも当然ついていくのじゃ。分かった。みんな最後まで一緒に行こう。じゃあ準備が全部できたらヨーデル殿下やユニオンの人たちに話をしに行こう。ねえ、あと準備しなきゃいけないものって何なのよ。私に任せて。ちょっといろいろいるからどっか適当な町に寄りたいんだけど。じゃあノール港はどう？イリキアの端っこだし。エフミドの丘が通れなくなってからどうなったか気にもなるしな。そうしよう。話してくれたデュークの過去の出来事のせいです。結局デュークが人の命を引き換えにしようとしてる原因ってな、元はといえばバカがやらかしたツケか。くだらねえよな。
デュークもエルシフルも人々のために戦ったのに、悲しいです。英雄の放つ光は凡人には眩しすぎて怖くなったってとこか。強すぎる力が恐れを生んでしまったんですね。ほんとくだらねえ。バウルは元気か？疲れてないか？大丈夫よ。でも不安がってる。どうしてだ？今はまだ精霊化に足るだけのアパティアが彼の中にはないわ。でもいつか自分も精霊にならなければいけないんだろうかって。人もいつか死ぬ。でもそれを毎日不安に思って過ごしてるわけじゃない。そういう人もいるんじゃないかしら。バウルはそんな意気地なしなのか？あなたの何倍も繊細なのよ、バウルは。死んじまうってのは例えであって、別に本当に死ぬわけじゃないだろう。でも意識は少しずつ新しいものと入れ替わってしまう。得体の知れないものへの不安か。そういう意味では一緒だな。他のエンテレケイアは精霊になることを受け入れた。それは彼らが世界の安定化を自らの使命と割り切ってるから。バウルにだって使命はあるだろう。それともエルメス式ブラスティアを壊すのはその使命と関係なかったのか？ブラスティアを壊すことと精霊になることと覚悟が全然違うわ。バウルにはまだエンテレケイアとしての己をなくす覚悟がないだけ。まあ俺は覚悟できてないって方がよっぽど健全だと思うし、理解もできる。あなたに理解してもらえたのは嬉しいみたい。でも本当にそれでいいのかしら。ジュディはバウルを精霊にしたいのか？いいえ、全く全然。でもそれを他のエンテレケイア精霊たちがどう思うのか。どうなってるんだ？わからないわ。バールと精霊たちが対話してるみたいだけど声は聞こえない。そう。どうした？もう心配はいらないって。何があったんだ？さあ、でも精霊たちがバールに何か言ってくれたのは確か。精霊は意外と楽だってか？そういったことかしら、きっと。どっちにしろ今すぐ精霊化は無理だけどね。この旅が終わるまでもうしばらく頼むな、バウル。任せろって。ウンディーネ、フリート、ノーム、シルフ、四大属性の精霊が生まれましたね。やっぱりエンテレケイア世界のことを思ってるのね。どうなることかと思ったけど、すんなり言ってよかったわ。半々で戦ってるのがすんなりと、いらっ。とにかくこれで星はみもやっつけられるんだよね。まだよ。不確定要素が多すぎるんだから。仮説、検証、考察、実証、ちゃんとしないと確実性に欠けるわ。そもそも四大属性で AR をマナに変換する際にどれだけの効率が出るか測定してないし。あ、待てよ。精霊によるエアロの物質化のロスがマナになって安定してる。それなら測定すべきは実地じゃなくて、うん、そうじゃないか。あ、つまり、あ、入っちゃった。スイッチ入りましたね。もう大丈夫です。
知る。この四精霊がいれば世界を変えられるんですね。あとはこいつでどうやってあの最悪野郎をぶちのめすかってことだが。精霊は計算外だったけど予想以上の結果は得られたと思う。あとの方法については任せて。それじゃあ旅の目的は一段落ついたんじゃな。だな。まだ最後の大仕事は残ってるけど。でもこれ以上事態も悪い方へとは転がらないと思うわ。おそらく。そうか。パティどうしたの。腹が減ったのじゃ。腹が減っては戦ができんのじゃ。いつもみたいにおでんでも食っとけば。それはいいアイデアなのじゃ。そうするのじゃ。いつまでもうやむやにはできんの。
Thank you.
Yeah.